地球上の皆さん、こんにちは。 KMIO ケミオンズ Good morning, folks。 ということで皆さん、先週週間は素敵なウィークを過ごせたでしょうか。ということでですね、先週ですね、新しい2冊目の本を出版させていただくというご報告をしたんですけど、本当にみんなありがとう。早速よくしてくれたギャルズのお友達がいたりだとか、Amazon の本のランキングで2位になったりだとか、本当に嬉しいこといっぱいすぎて、本当にもうみんなありがとう。嬉しいな。概要欄に予約のリンクを貼っとくので、もし気になる方がいたら、発売日は4月の28日です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、何の動画を支配するかと言いますと、私といえば、口から、文化祭。当たり。ちょっとなんか、ライティングがすごいなんか病んでない。これどう？今日は、喋り倒すおしゃべり動画でございます。今日の本日のトピックはですね、もうそろそろ時効かなと思って、みんなに今まで一切話したことが多分なかった、私が行ったデート、デートの体験でも最悪で、もしかしたら死ぬかもってマジリアルに思った出来事があるんですね。で、それを、みんなにお話ししたいと思います。あー！私生きてるの今日、ここで。よかったー。アメリカ生活をスタートしたのが、だいたい21歳になる1ヶ月ぐらい前とかで、多分今年の10月とかでアメリカに引っ越して、アメリカで生活をし始めて、だいたいもう26年、違う、26年も経ってるわけねえじゃんね。だいたいもう多分6年ぐらい経つのね。早くなーい。 YouTube でさ、今から本当にアメリカ行ってきます、みんなバイバイみたいな動画を出してからもう6年も経つわけ。クソ早いじゃん。で、そんなこんなで、今はニューヨークに住んでるけれど、最初にアメリカに引っ越した時はロサンゼルスの方に3年ぐらい住んでたのね。ロサンゼルスに引っ越して1ヶ月経って21歳になってから、アメリカの成人年齢、お酒とか飲めたりとか、なんかバーとかに行けるのって大体21歳からなので、大体じゃなくて21歳からなので、成人になって、私ぶっちゃけ日本で成人20歳になった時、あんまりなんかバーとかお酒を友達と飲みに出かけたりだとか、正直経験したことがないの。だからアメリカで21歳になった時に、もう個人的にはもうパーリナイパーリナイパーリナイウーウーですよ。まあ、友達が全然いなかったので、私はそういうお酒を飲める場に一人で行ったことがあるんです、何度か。で、なんか当時は全然言葉もわかんないし、言葉がわかんないからこそ恐怖心ではなくて、なんか冒険心、なんかアドベンチャー心みたいなのがすごいもう爆盛りで心の中で大きくて、なんかもう全然一人でも盛り上がっちゃう私って押してたわけです。日本に住んでた時はもちろんカミングアウトもしてないし、男の人とデートに行くっていう経験はアメリカに引っ越してから初めて経験し始めたので、だからもう個人的にはアメリカに引っ越した時はもう自分の中ですごい、さっきも言ったけどアドベンチャー心が爆発してるから、もう早くこう、なんだろうな、男の人とデートに行ったら自分がどういう気持ちになるのかとか、すごい正直に言うともうすごい知りたくてしょうがなかったの。 Tinder でもスワイプ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 、もう本当に指が本当腱鞘炎で終わるかと思うぐらい、もう毎日学校が終わったらスワイプスワイプスワイプをしてたわけ。まあその時点でなんで出会いがでインターネットなのって思うかもしれないけど、まあ当時はさ、友達もいなかったしさ、英語も全然できないから、まあ出会いの方向というか、もう出会いの借りは基本的に Tinder だったわけ。まあ何度かあんまり詳しくみんなにこういうデートがあったとか今まで話したことがないと思うんだけど、まあデートに行ったことがあるわけ。でもまあその中でも私マジで、え、死ぬ？これ大丈夫？って思った経験が一発あるわけ。そのエピソードをもう聞いて聞いてく？聞きなよ。時系列系の話をするときに、基本的にもうもしかしたらみんなも気づいてるかもしれないけど、なんか何年前とか何歳の時とかっていう話をするとき、基本的に時系列全部バクってんのね。なんかあんまり時間とかなんか年齢とか意識して生きてないから、なんか基本的になんか記憶は多分バクりまくってて、本当に iCloud アップグレードしなきゃって感じだと思うんだけど、多分私の記憶が正しければ、多分もう3年ぐらい前、もっと前かもしれない。4年ぐらい前かもしれないね。4年ぐらい前だと、今26歳だから、22歳。ああ、若い！もう本当にチンコに毛が生えたみたいな年齢でございます。そのデートに行った男の人、ケンジとします。ケンジ。This is Kenji and I'm Kenta。大丈夫？ケンジと最初に出会ったのは、バーで出会ったのね。普通にケンジがバーにいて、私もバーにいました。で、ケンジと目が合いました。で、ヤッホーみたいな、Nice to meet you, I'm Kenta, I'm Kenji みたいな感じで、こう、仲良くこれから何が始まるのかなっていうのが最初の出会いだったんですね。その時は、連絡先を交換したぐらいで、なんか特に何もなかったんです。で、私も今振り返ってみると、多分22歳ってアメリカに引っ越して本当にまだ間もないから、多分会話もどうやってやってたんだろうって今思うと、不思議大発見が始まるんだけど、1週間後ぐらいか、もしかしたらそんなに経ってないぐらいの、出会ってホヤホヤシーズン期にケンジから今度うち遊びに来なよって連絡が来たわけ。アドベンチャー心がもう爆発してたから、心の中でもう人にこうお家においでよとか知らない人に言われても全然行ってたわけ。行ってたわけというか、そんなに行ったことないけれども、なんか別に不信感も抱かなく、なんかあー嬉しい、ケンジに一回会ったことあるし、ケンジすごいなんか第一印象最空だし満空だし、なんかもう本当にもしかしたらこれで私初彼できるんじゃないかなみたいな感じで、テンションがもう爆盛り上がりだったわけ。でケンジに誘われて Yes I am
I'm free みたいな、何もしてません、 only 学校みたいな。そのケンジと約束した日が来ました。ケンジの家に行ったわけね。でケンジの住んでた家が、あのこう日本で言うとマンション、アメリカで言うとアパートなんだけど、もう集合住宅地みたいな感じで、何棟かこうやってビルが立っていて、その周りをこうやってゲートで囲まれていて、その入り口のところでセキュリティの方がいて、こう車とかもゲートがオープンしてみんな入ってくみたいな感じだったの。だからうちも入り口で、はい、あケンジの家に行く、あ my name is Kenta Kurosawa ですみたいな感じで身分証明書出してみたら、結構セキュリティががっちり空間だったの。ケンジの家に到着しました。ドン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 ケンジってノックするわけじゃん。でドアを開けたらもう真っ暗だったの。真っ暗だったの。でも完全に真っ暗で、もう何も見えませんっていう感じではなくて、あのブルーのネオンライト、間接照明、このさ天井の上のところにさ、こうネオンライトやってさ、夜はさ、もしかしたらラブホテルみたいな感じで思ってしまうぐらいの真っ暗に青のネオンライトだけが部屋中に照らしまくってるみたいな、ユーフォリアみたいな感じの空間だったわけで、みたいな。でもアメリカで結構それ普通なのか、夜電気つけないでネオンライトだけでこうなんか盛り上がってる人っていっぱいいるのね。うちもそうだし、あれだから、あすごいなんかチルじゃんみたいな、ケンジチルじゃんみたいな、私ともなんかすごいなんか始まるのみたいな、なんかすごい盛り上がるんじゃない私たちみたいな感じですごい恥ずかしくなっちゃった。僕の部屋にって言ってこうやって案内されて、あすごい結構いいとこのお家に住んでたわけ、ケンジ。セキュリティもがっちりじゃん。なんかすごいなんかチェック項目ありみたいな感じでこうやって行って、ケンジにここ僕のあの部屋なんだけど、ちょっと水取ってくるから座っててって言われたわけで、優しいと思って、水いるって言われたから、 I love 水みたいな感じでケンジが水を取りに行ってくれたわけで、それでうち座っててこうケンジのことを待ってて、あすごい可愛いお部屋だなと思って見たら、やばいものに気づいたわけ。本当に部屋のね、こうやってうちが可愛いなって見たとき、部屋の1,2,3,4って天井の4箇所にカメラがついてたのね。カメラがついてたのね。カメラがついてたの。で、最初にそれ見つけたときに、え？あれ、カメラだよねと思って、え？か、め、な、え？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 と思って、すごいなんかもう、一瞬でもうなんていうの、脇汗マウンテン、脇汗スプラッシュマウンテンを起こしたわけ。カメラがついてんだろうって思った瞬間に、私もなんかこう見えて結構バカじゃないから、どう見えてるか分かんないけど、すごいもう勘はすごい鋭い方だから、あこれはちょっともしかして私キムカーダシアンモーメントにされるのかなこれってって思ったわけ。おっぱしまったら撮影されて売り飛ばされるって正直に思ったわけ。やばいじゃん、やばいじゃん。私黒沢健太かもしれないけどケミオだし、しかも私そういうの無理だから、水を持ってくるのにもう5万年ぐらいかかってるわけで、うちはその間にもういろいろ頭の中で思考回路がもうぐる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 回って、ケンジが戻ってくる前に本当に言葉悪いかもしれないけど、ヨボヨボのジジイが部屋に入ってきたの。こうやって入ってきて、うちはもうえジジイだみたいな、入ってきてうちの横にスッて座ったの。こうやってうちをえこれうちお化け見てんのかなと思ったの、正直なこと言うと。だってさ、はーいみたいな感じで、なんかおじいさんご家族なのかなとかって思ったのね、正直に言うと。あ、ご家族でなんかご家族紹介してくれるのかなみたいな。まあ、なんかすごい結構ペースが早いな、私たち明日には結婚してるのかなとかってその間に思ったんだけど、何もでも言わないで入ってきてスッて座られたから、うちも結構パニックで、これはうちからはーい、はまんゆーとかって言った方がいいのかなと思ったんだけど、で、こうやって横見たら、じじいが満面の笑みで笑ってるわけ、私のことを見て、こうやって。で歯がないの、なんか喋ってる、なんか喋りかけてきたんだけど、あのうちも当時全然今よりも英語ものリスニング力もないから、何言ってるかマジで聞こえないのね。ああ、yes みたいな。カメラついてるし回ってんだかわかんないけど、なんだかよくわかんない、なんかおじいさんというかジジイがここにいるし、え、なんなのこのカオスな空間と思って、もうその時点で私はもうもしかしたらこれってなんかアンビリーバボーみたいな感じのあのストーリーでよく紹介されてるやつかなと思って、すごいもう焦ってきちゃったわけ。そしたらケンジが戻ってきて、お前マジ水汲むだけでどんだけ時間かかってんだろうってぶっちゃけ思ったの。まあでも多分私も焦ってるからすごい時間が長く感じたのかもしれないけれど、でなんかケンジもそれで戻ってきたらなんか紹介してくれないのね、誰だか。だからうち本当にその時点でマジお化け見てんのかなと思ったの。なんかよくわかんないけど、ケンジが戻ってきて、そのおじいさんになんかほらもうあの部屋に戻ってみたいな、そしたらもうこうやってそのおじさんは部屋から出てったわけで、うちはその時点でやばい逃げなきゃって思ったの。どうやって逃げようって思ったんだけど、まず一回一人で作戦会議しなきゃと思って、ごめんケンジ、ちょっとトイレ借りていいって言って、ちょっとおしっこしてくるみたいな感じで言ってトイレに行ったわけ。トイレで友達にごめん今緊急事態なんだけど、あのうちに電話して、なんかうちの事務所のふり、なんかうちの仕事の人のふりしてくれるって言ったの。5分後でいいから電話してって言ったの。ほいでうちはトイレから出てきたのね。うちの作戦的に言うと電話が来るじゃん。で電話が来て、あごめん今仕事の人からちょっと電話来ちゃったから、ちょっと電話してくるから外出ていい
って言って玄関の外出て、その間に逃げようって思ったわけ。 I'm genius みたいな、正直言うと I'm genius みたいな感じで思っちゃったんだけど、友達がトイレ出てから5分後ぐらいに電話をかけてくれたのね。でもうち出た瞬間に、あーもしもしみたいな、あはいはいみたいな、もうすごいシリアスな感じで、あはいはいわかりましたみたいな、ごめんちょっと電話が、仕事から電話かかってきてるからちょっと外出ていいって言って玄関の外に出たわけ、うちは。でこっからがもう本当にもう本当に罠にはめられたわけ。私は玄関の外に出るじゃん、うち出た瞬間に、元陸上部ね、でも足は遅いの、バカ走ったの、本当に走ったのね。でも行方わからなくて、さっきも言ったけど何棟もある結構大きめなマンションだったから、ぶっちゃけもうどうやってゲートをこうやって通ってからその部屋に着いたかっていうのを覚えてないわけ。もうそれぐらい広すぎて何回か迷ったのね、到着するまでに。もうとりあえずもう私は走ったの、もうやばいと思って、もう友達にどうしたの何があったのって、友達にまだ事情説明してないで、なんか5分後に電話かけてって言ったから、友達もなんで走ってんのみたいな、ごめんちょっと本当に今やばいのみたいな感じで、もううちは走って光が見える方に向かって走ってったの。本当私小映えなので、その瞬間小映えだったの多分。でだから外が見えたの、ガラス張りになってるなんかこうドアがあったの、外が見える。であやばい外だと思って、もうバーンって外開けたの。したらこの集合住宅の人たちがシェアするなんか共有の中庭みたいな感じのところがあったのね、噴水とかがある。であ外に出たと思って、でそういうところに出たらさ、絶対さ中庭に直通するなんか外からの扉とか絶対あるって思うじゃん。うちもそれ思ったわけ。なんか扉をこうやって探したの、ないのね、ないの。本当にもう中庭しかなくて、塀がこうやって5メートルぐらいの、もううちの人って5メートルぐらいの本当に塀があったの。やばい全然扉ないと思って、やばい間違えたと思って、その入ってきたところに戻ろうと思ってこうやって扉を開けようとしたら開かないの。もうガチャガチャガチャってやっても開かないの。集合住宅街ってさ、すごいセキュリティが厳しいから、一個一個の扉をこう、いろんなところね、出入りするのにも、なんかこのカードキーみたいな、住んでる人が持ってるカードキーピッてかざさないと開かないみたいな感じで、セキュリティ厳重だったわけ。こんなにピンチな私にセキュリティもクソもあるから、早く外に出たいのに、私は逃げなきゃいけないのに、みたいな。開かない、中庭マジ扉ない。私もうどうしようと思って、もう、ここで人生終わると正直思ったの。本当に終わる。それか私、キム・カーダシアン・モーメントか、アンビリーバボーみたいな、もう、本当にいろんなことがもう頭の中でこうやって出てきちゃって、どうしようってなって、もういろんなとこもうこうやって見ても、塀しかない、もうなんかよくわかんない、なんかこう銅像みたいなのが立ってて、こうそっからもう水が出てるわけ、噴水だから、こうシャーみたいな、もう本当にどうしようどうしよう。ピコンって携帯が鳴って、ケンジからちょっと遅くないみたいな、大丈夫みたいな感じで連絡来たの。いや大丈夫もうクソもねえ、お前から逃げてんだよとか思いながら、やばいこれだとケンジに見つかると思って、どうしようどうしようって思って、挙句の果てに私がもう絞り出した回答が、塀を登って逃げるだったのね。私本当にすごい、人間ってすごいなと思ったのが、人間ってマジで非常事態の時マジで何でもできる、本当にできる。私その時にあすげえ自分って正直思ったの。あの5メートルぐらいの塀があったんだけど、私それをよじ登ってそっから思いっきりジャンプして外に出たの。もうこんな感じよ私の気分は。ジャンプして思いっきり着地したのね。したらもう足にこうチーンってなんて言うんだろう、すごい高いところからジャンプしたから、すごい痺れたというか、すごいなんかチーンってこうやってきたの。でもやっぱ人間ってほんとすごいの。そっから私クソダッシュしたのね。もう着地うわーと思って、もうダッシュして、もうやばいやばいと思ってダッシュして、なんか近くになんかコンビニというかなんかスーパーみたいなところがあったから、そこにこうやって入って、あのウーバーを呼んで家に帰って、私は今ここでカメラに喋れるぐらい生きてるわけ。すごいポップに話したけど、クソ怖くない？それ以来もうケンジはもちろんロンパチでブロックして、もう闇に葬ったし、今思えば笑い話だけど、まあ、当時もぶっちゃけなこと言うとなんかすごい笑い話にしてたんだけど、うちってそういうとこあるから、なんかすごい結構ピンチな時とかなんかもうネタにして生きるしかなくないみたいな、もうなんかすごい苦しいこととかなんかやばいこととかもネタにしてすごい息してこうみたいな感じだから、すごい駆け足で話してしまいましたが、人生で一番ですね、多分最悪なデートって呼んでいいのかもわからないですけど、あの経験したデートがございました。これだからもう男はね、もうほんと信用できないわけ。私も男だけど、なんていうのも私も信用できないわけ。ケンジこれ見てたら本当に私をどうしようとしたわけ、あんた。で、あんたの家にいたあのジジイは誰なの、ケンジ。本当にあのジジイ本当に謎なの。ボーということで、今日はですね、力文化祭、おしゃべり動画をお届けしたんですけど、今までのデート生活で、こんなことがありました。今までみんなで多分喋ったことがなかったんですけど、喋るかどうか迷ったんだけど、なんかこういうこともあったなっていうのも話すのも面白いかなと思って話してみました。またみんな来週会える日を楽しみにしてるので、うちらでまた一週間頑張りましょうね。春に日本でみんなで会えるのを楽しみにしてます。バイバーイ。Shake that body, 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 body